しい時に終わる。孤独にさえ気づかない夜、人は嘘を自分につき、歳のせいにしていたりする。とんとご無沙汰どうしてました。気にはしててもついつい気遅れ、臆病風、外は雨、外は雪、外は晴れ、外は雨。とんとご無沙汰僕のうちなる恋風に揺れるタンポポ。
手紙がつく。曇りガラスの窓を叩いて君の時計を止めてみたい。ああ僕の時計はあの時のまま、風に引き上げられた埃の中、二人の声も消えてしまった。ああ晴れは晴れだったんだね。懐かしいサウンドというか本当に楽しい相当長い間生きてはいるんですけども、まあ、途中でいろいろ挫折したりとかですね、まあ、自分でも壁だなとか思ったりいろんなことがあるんですが、まあ、そういう時に必ずそばにいる友人というかそういう人たちに助けられるんだなということが、最近は身にしみて分かるようになってきて、若い時は一切誰の助けもいらないとか言ってそういう歌も作ったんですが、みんな間違いだったという訂正を許していただきたいと思うんですけども、そういう感じで、まあ、こういう今度もリハーサル始まってね、古い仲間や新しい仲間いるんですが、まあちょっといっぱい飲まないとか言って終わった後飲んでるとなんかそういう話が出てきて、まあ、できたらこのような編成で全国ツアーをやりたいもんだねっていう話だった。皆さんがライブであまり聴かなかった曲を友達への気持ちも込めて歌ってみたいと思いますが、曲順はこれで合っているでしょうか。どこでもお前がいたのさ、だらけてはしゃいでお前がいたのさ、真面目に生きてよ、お前は飛び出した、勝手にしなよ酔っていたのさ。どうして俺の寝息聞いたのさ、やり直せないのに濡れたりしたのさ、夜明けの歩道をしょぼついた目をして、夜明けの歩道なんてなくなる、泣けてきたよ空が青くて、泣けてきたよ肩を抱いたら、今日は晴れさ泣けてきたよ。始発の電車にお前の時間と夜明けの光に
まで俺は俺にこだわって今でもお前はお前でいるかいあの日が時々呼んでいるようさわずかにうずく痛みとともに胸に落ちた熱い涙に胸に落ちた熱い思いに今も濡れて泣けてきたよ今も濡れて泣けてきたよ今でもそばにはお前がいるのさ生きるスタイルは変わることはない不器用なままあの日のままさ胸にしみる空の青さが場所でやる機会に恵まれて、ニューヨークへ行ったりロサンゼルスへ行ったりバハマの方へ行ったりいろいろしたんですが、まあ、その時は若かったのであまり自分でもなんていうか若気の、勢いがあったのでその時は、バハマという場所をあまりこう理解できないというかなんでこんなところに俺来ちゃったんだろうっていう寂しさだけがあってファックスも何も通じない場所でしたがそこでレコーディングしたことを今思うと非常に光栄だったというかとてもいいメンバーに巡り合えてそれはまあロサンゼルスのミュージシャンたちでしたが、彼らが一番好きだった曲を歌います。
してこうなってしまったのか、心に痛みを感じながら今夜のベッドに入ろうとしている。振り返る旅ごとに美しいようなもはゆいようなじれったい気分になってきたよ。わけもなくここは東京、意地張りが素敵だった頃、毎日が自信に満ちていて、本当のことなんて意味のないものだった。今ここにいる気にはなれないよ、昔のようにはやりたくない。思い出は溢れるほどあるけれど、わけもなくここは東京。君が求めているのは僕じゃない、僕は何かの代わりに場所にいれば悲しくはない。黄昏れた友情もあるし、誰かがきっと会いに来るはず。失ったものは少なくない、それでも過去止めるなんて、このまま何かを待つなんて、わけもなくここは東京。僕についても話さないで、少しばかりやましさを感じ、裏切りの気持ちも抱いているから、変わらないでいる、やり直さないということと違う道なのは知ってるさ。わけもなくここは東京、君が求めているのは僕じゃない、僕は何かの代わりになれはしない。海より深く、幸せの街は遥か遠い。振り切ってこの街を出て行こう、わけもなくここは東京。
できたからしょうがないっていうか、鉄郎とかそこら辺でもよかったの。割とあるよね、あの自分の名前って飽きるっていうか、それから非常に気安くタワクロタワクロってやると何なんだろうとこう思うことある。そうかつて、まあ、吉田さんっていうのはなんか寂しいしあるんですけどね。今度はですね、またちょっとあのせっかくの編成だっていうことで、懐かしいけどもこういうバンドじゃないと感じは出ないっていう、さあ次の曲は結構いきますよ。喫茶店でトーストをかじりながら書簡を拾い読む、こんな暇つぶしの小堀君です。君が病んだ街を見下ろしながらおうさぎが吹き鳴らす、草上の笑う、そんな壊れやすい心に君が好きだ。退屈が誘う夕暮れにワインを飲みながら寂しさを潤している、こんな暇つぶしの街で、ノウサギが吹き鳴らす、草笛のように笑う、そんな寂しい夜に君が好きだ。今日はあの始まってしまったんで今更もう間に合わないですけども、始まってしまった直後にふと気がついたことは、あとでちょっと歌う曲を1曲だけ練習してないっていう曲があって、それはまあ後でやるんですけども、そのことが気がかりでエンディングの時はもう人の演奏を聞いてないって、どうだったっけなあの曲はっていう感じが今よぎってるんですが、これから歌う曲はもう練習の必要がないというぐらい歌ってきた曲で、
しかし最近変ですね、僕も、まあ、前から変ですけども、最近は自分の古くてもういいよって言ってた曲がだんだん好きかな、結構ね、まあ、ちょっとね僕的には変化してるなと思うんですけども、これから歌う曲は、今日まで、そして明日から。私は思っています、明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かを嘲笑って、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています、明日からもこうして生きていくだろうと。私は今日まで生きてみました。時には誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています、明日からもこうして生きていくだろうと。私の生き方がある、それはおそらく自分というものを知るところから始まるものでしょう。けれどそれにしたってどこでどう変わってしまうか、そうです、わからないまま生きてゆく明日からのそんな私です。私は今日まで生きてみました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 。そして今私は思っています、明日からもこうして生きていくだろうと。
強さはなくて、言葉の中では何を待てばいい、ただひたすらに君が好き、夢は眩しく木漏れ日透かす少女の黒髪、もどかしく、ああ君の欲しいものは何ですか、欲しいものは何ですか。さりげない日々につまずいた僕は、星を数える男になったよ。だけど尋ねさまよう風にも乗り遅れ、流れてゆく心どこか忘れ物、ただそれだけでつまじく、幸せだとは言わないが、不幸をぶるのはからじゃない、ああ君の欲しいものは何ですか、君の欲しいものは何ですか。どうもありがとう、どうもありがとうっていう、僕もとてもいい人だなと今、まあ、今日歌ってる歌の中の多くは、岡本治美という70年代に一緒に詩を作曲を作った人の曲から、松本隆という、80年代に、2人で思いっきりアイドル路線を歩もうということを話して、いわゆる流行り歌っていうのをやっつけようと思って、一緒にやった時代の、それから、亡くなってしまいましたが安井和美という、とても素敵な女性、そ
それから僕が自分で作った詩というのを集めてやってるわけですが、最近その岡本治美さんともまた復縁しまして、岡本治美さんが作ってくれた歌の中で、まあ、今新しいアルバムを彼と一緒に作ってるんですが、捨てられない何曲があって、岡本ちゃんは今日は、神戸で違うライブを見てるそうですなんだろう。それでは往年の名曲を行きます。女だった君の歓喜された歌を聴いてると、酒さえもいらないと思ったものをさ、もう一度君が僕の退屈さをくれるなら、全ての女と縁を切ってもいい。そうさ、君のいた頃のこの部屋の扉はいつだって夜に向かって開かれて、マネキンさえ踊る陽気なブルー。結構テレビが似合うようになったね、もう帰ってこなくてもいいよ。どんな餌が君を誘惑してしまったのか、操っている男はどんな奴なんだろう。君がいないこの部屋のステージで化粧の女が味噌汁みたいな小歌を歌い始めてるよ。昔の仲間は寄りつかなくなったよ。君が去った後は、君が去った後は、天でハッピーになれないんだよ。
常備がやってきた。祝おうよ今日の日を、よかったね元気だね、おめでとう送りましょう。いくつになってもハッピーバースデー to you。 いくつになってもハッピーバースデー to you。しててごめん、君が君になった日を、人生に正面から向かい合って歩いてる。いくつになってもハッピーバースデー to you。 いくつになってもハッピーバースデー to you。ある時期にですね、六本木に、まだディスコっていうのがたくさんある頃で、結構入り浸りだったんです。何のあのとこ僕は好きなのか知りませんが、要するにそのなんかやさぐれが好きっていうか品がないのが好きなんですけど、当時、サーファーというのが丘サーファーが入って、女性がみんなサーファーカットで非常に好きだったんです。サーファーが、僕は泳げないしサーフボードに乗ったこともないんですが、遠くから幸せを祈ってるだけなんですけども、そこで知り合ったサーファーの子が、僕はその頃30いくつくらいなんだろう、もう何年前の歌か分かんないんで思い出せませんが、その頃そのサーファーが10代か20代前後ぐらいで、いやーサーファーっていい性格してんだなっていうふうに思った時代があって、別にサーファーがみんな性格がいいっていうわけじゃないんだけど、その子は本当にいい性格で友達になれてよかったなって、まあちょっとここからあと編集してもらいますが、当時奥さんがいらっしゃったのでまずいなと思いながらも
そのサーファーのように気持ちが入って、なんでうちの奥さんこんなふうに気持ち優しくなれないんだろうとか、いけないことを考えてしまってごめんという思いました。そういう時代を思い浮かべながら、本当にこの歌をリハーサルから恥ずかしかった曲で、リハーサルしてる時に恥ずかしい歌っていうのは何曲かあるんです。それはなんで恥ずかしいかというと、演奏が妙に静かなんだ。歌だけが素で聞こえるという、しかも歌の内容が非常に恥ずかしいんですが、今日は勇気を出して、Why?肩に髪の毛がふわり、それが心をくすぐったよ。そんな感じが懐かしかったな。時間は動いていたんだろうけれど、僕らは子供みたいにはしゃいで、それができたのは君のおかげだね。変にお互いを探り合わなくても、何かこれでいいんだみたいな、とっておきの言葉も出てこなかったっけ。タクローって呼ぶと陽気になるんだねって君に教えられたよ。そういえば君はいくつだったっけ。僕のイメージってそうらしいよ。女の子の間では陰気で怖いんだぞ。僕の趣味は雨の日のドライブとダイエーでのお買い物。君は僕のソックスを笑ったね。今度連れてってあげたいな。女の子の気取り屋は何かといえば流行りのブランドものでしょう。知ってるよ本当の君の
寂しさを優しい心の奥をだからいつも言葉も少ないんだね慰めたり慰め合ったりつまんないことだよねこのままが一番に思えるものね岡本沙美さんという人は、元気で活躍中で松本隆君も元気で活躍中安井和美さんは天国に召されましたが安井和美さんにはいろいろ教わる女性の立場からいろいろ教わってそれまあ遊びも、生きることとかもいろいろ彼女はまあ経験豊富な人ですからだったですからいろいろ話しかけてなんで僕なんかを安井和美が捕まえてもてあそんだんだろうと思うんですがまあなんか彼女の中にヒットするものがあったのかなと思いますけどもよく電話かかってきて夜中に呼び出されたりして今どこそこにいるから来いって言って行くとかなりアルコールを召された彼女が、お店中の若い男性をはべらして女王様のごとくこう振る舞ってるんですすげえ人だなと思いながらもしかし一緒にいることが非常に楽しくてまあ旅の話や外国の話やまあいろんな恋の話とかも聞いてるととてもなんか楽しくて一緒にいてこんな充実感を味わえる友人というか先輩はいないなと思いながらも残念ながら亡くなってしまってその時は本当に悲しかったんですがまあ今でもなんとなくあの人の顔はこうポッと出てきていらっしゃるようなその辺からタクローって言ってきそうな感じがあるんですが僕よっかは一世代上の人ですから時代的に言うとまあ芸能界ではグループサウンズとかが流行ってる時代の女王様だったそうですそれで素晴らしい賞をたくさん残されてますがそういうなんか僕たちが出てきたことによって業界が相当嫌な雰囲気になったんだと怒ってらっしゃいましてもっと綺麗な世界だったのにあんたたちが汚くしたとか言われていろいろ言われましたがそれもなんかどっか当たってるような感じで、彼女との思い出は非常にたくさんあるんですけど安井和美の作った曲を2曲やってみたいと思います膨れ中裸の夕暮れ時またもや俺だけはみ出した半端なバーボン目の前にああ俺の居場所はロンリーストリートカフェ壊れかけた椅子の背中が恋人みたいに俺を抱く訳知り女の深な酒が俺の居場所はロンリーストリートカフェ疲れた夢をだましだまし歩き続ければ行きずりの優しい言葉に身にしみるわ俺の居場所はロンリーストリートカフェ誰からも遠く離れていつか
かどこかにたどり着くわ、俺の居場所にたどり着く。ふくれつらの夕暮れ時、またもや俺だけはみ出した。半端なバーボン目の前に、俺の居場所を探してる。ああ、俺の居場所を探してる。ああ、俺の居場所はロンリーストリートカフェ。Right on.
ここのこのスタジオはずいぶん前に一度ここでライブをレコーディングをしようということでやったことがあるスタジオですが、その時はまあもうちょっとおとなしくやったのを覚えて、そこで、やった曲が非常に僕は好きなんですけども、みんなは嫌いらしいんですが、僕は好きなんです。で今日は僕は好きだからみんなは嫌いでも僕は好きだから歌うんだってばだってばよ。ハワイに、かなり長い間こう憩いの場所を求めてもう何十年もなるんですけども、決してその明日いうところに永住したいとか、老後をあそこでとか、あるいはコンドミニアムか何かを買って優雅な生活をっていうの発想はありませんで、ただひたすら1週間でいいから行きたい、で1週間経つと帰りたい、日本がいい東京に帰りたい、まあ、東京帰ってくるとまた行きたい、これをこうずっと繰り返しているだけなんですけども、それでもまあ一応ハワイ好きということになってるんですが、ハワイに行ってもちろんいろいろハワイは4つ島があっていろいろあるんですけども、特にそのマウイ島というところに行くとなんかね本当にねすごいこう生きてることとか、そんな大げさなことじゃなくても、あ俺なんかいいなっていう感じになれるんですよ。そう不思議な、多分だからそれが熱海の人もいるしいろいろあるんだと思うんですけど、僕たちはマウイなんですけど、そこにいるだけでも空港を降りた瞬間にうわーっていう、僕もそのある種の病気かなと思うぐらいそこにこう溶けている感じが好きで、しかし1週間すると家帰りたいなっていうのがあるんですが、そういう、まあ旅をさほど好きでもない僕が唯一好きになった場所だということで、まあ生涯元気でいる限りはマウイに時々行きたいなと思うんですが、そのハワイに行った時に買ってきたこれがウクレレなんです。どういう話なんだろう一体そういうわけで、今話していて俺もどうしていいか分かんなくなってなんでマウイの話をしたかなっていう気がしたんですが、旅をする男の歌だから女の人にはきっと分かんないよ。僕最近思うんだよ、あのね、男と女は違う生き物だからね。いや別に偉そうに言ってもしょうがないけど当たり前なんですけども分かんないんだよね男と女って。本当に女の人、俺見てて女の人見てて、あ女の人やっぱこういう生き物なんだっていうのがあるよね。でまた逆に言うと女の人が見た男って本当にしょうがないっていうのも含めてそういう生き物なんだなっていうのがあって、まあ例えば野球なんかにこう見ながらビール飲んでる親父っていうのはなかなか女性理解しにくい姿なんだろうなと思うんですが、あれはあれでまたビールうまいんだよねっていうのがあったりして、難しいね男と女は本当に。まあ僕も今幸せな家庭生活を今ふと暗い感じになってやばいなと思ったんですが、そういう心配はないかなと思うんですが、それでは女の人は全く身勝手ねと思いながら、それでもまあせっかく来たんだから聞いて帰んなよ。それじゃ。そんなに荒くれる
音はない、クソを垂れな気分だけれど、少しこうしてゆらりと歩こうか、星降る街に抱かれれば、Traveling Man、 そうさ男は、愛する女がいればいい、 Yes I'm lonesome Traveling Man。 あいつと野球ができるの、困難に立ち向かおう、この心が老いない限り、押し寄せる波風も友としと、星降る街と語りたい、Traveling Man、 そうさ男は、野球がしたいんだ、 Yes I'm lonesome Traveling Man。 思い込むことはない、焼けパチで失意の時も、友情や信頼の尊さ、星降る街で育んだ、 Traveling Man、 そうさ男は、希望の明日を信じてる、 Yes I'm lonesome Traveling Man、 Yes I'm lonesome Traveling Man。 最初東京へ出てきた頃とかは、まあ、今の自分なんか想像するよしもないわけだから、30になったらいないだろうとか、その10年先とか20年先なんか全然考えもしないで生きてましたから、まさかまだ歌ってるっていうのも本当ごめんなさいねっていう感じがするぐらい歌ってるんですけども、しかし その過程でね、まあ、例えば今リハーサルをずっと繰り返してきましたが、瀬尾ちゃんあたりとね、こう終わった後、まあ、ビールでもってて飲んでると必ず話は一つのテーマに落ち着くんですけど、これはよくありがちなおっさんたちのパターンなんですけど、まずビールが進むにつれある人物の悪口、
あいつ嫌いなんだよねっていう話が、あ俺もそうなんだっていうんで、そうかお前もかとかって飲んじゃうっていう、その人迷惑ですけども、そういう話とこれからの人生っていう本当にどうなんだろうねっていうね、まあ正直言って明日が見えなくなるようなアルコールになってしまうんですが、それでもまあそういう話をする年齢になってるんだなっていうのが、うち帰ったりしてこう気がつくんですよ。あ若い時こんなテーマじゃ酒飲んでねえなっていうのが、やっぱ年代なんでしょうね、これはしょうがないでしょうが。それじゃあ、どうしてこんなに悲しいんだ。Oh,
そういう歌を作ったりして青春を過ごしてきた拓郎さんも今はすっかり明るいことが大好きな、おじさんになったという歌を今度は歌いたいと思います、朝日がさん朝日がさん、おはようさん、社会の皆様おはようさん、君のおはようは元気ですか、 How are you、 今日は新しい一日であります、最初のステップ、気合のステップ、さんさん、おはようさん、朝日がさん、おはようさん、地球は輝く、おはようさん、僕もそうでしたけども、日本はまだ多少のほほんというか、アメリカとか欧米のいろんなことに憧れを強く持って、いろいろ間違いもあったんだけども、まあ、音楽とか文化に憧れて、でそういう若者たちが
アメリカとかの音楽を聴いたり、あるいは生き方をライフスタイルを真似したりして青春を送った時代があったわけですが、僕もその中にいて、まあ、広島にいるときは学生時代は岩国の米軍のキャンプというところで演奏したりしながらギターを弾いて、なんか自分は一体どうなるのかわからないけれども、なんか音楽とかとずっと一緒にいたいっていう、そういう時代があって、まあギターとか音楽とかそういうなんか一つの形にこう憧れていた時代がありましたが、ただ今思うと本当に何をやってたんだろうっていうのもたくさんあるんですが、しかし当時はそれをやることがすごく精一杯で、なんか充実感はあったんだなと思うわけです。これから歌う曲は松本隆君が作った曲ですが、僕は大好きで、これも皆さんあまりお好きじゃないかもしれませんが僕は大好きで、いろんなものがフラッシュバックしてきて、当時のなんかこう、要するにすごく熱いアスファルトをギターケースを持って歩いてるっていう感じが、なんか乗り物の乗り遅いっていう、非常になんかこう絵が浮かんできて、大好きなんですが、これはなぜか CD では非常に短いバージョンの歌になってしまって、これは松本君と僕の失敗でしたが、ライブではめちゃくちゃ長いんです。それではエルトン永田のピアノをフューチャーしたという言い方しようかな。サマータイムブルースがあって、かなりヤバい線になってきた、塀の上に朝日が差すよ、朝まで眠らないと頑張った、君も猫のように寝息立ててる、サマータイム手当たり次第に声かけて、サマータイム、みんな振られたよ、君も寂しかったんだね、砂浜のキャンプで抱き合った君も僕もそれが初めてだった、何もかも終わった、星の夜誰かが PPM 歌っていたよ、サマータイム手当たり次第に声かけて、サマータイム、みんな振られたよ、君も寂しかったんだね、はずさ、帰りのバスの
札の背中に口紅の文字サマータイム手当たり次第声かけてサマータイムみんな振られたよ君も寂しかったんだねギターケース抱えて歩いたよなぜかバスに乗るより自由な気がしてこんなバカなことができるのも二十歳になるまでさそれでいいよねサマータイム手当たり次第声かけてサマータイムみんな振られたよ君も寂しかったんだね僕も寂しかったんだよI'm gonna go to the hospital
転がし針金になるし歩いている暮らしのあの小さなどこかで会おう生きていてくれろくでなしの男たち身を持ち崩しちまった男の話を聞かせてよサイコロ転がして土産にもらったサイコロ二つ手の中でくればまた振り出し戻るたびに日が沈んでゆく戻るたびに日が沈んでゆく一緒にリハーサルからずっと頑張って今日までやってくれたミュージシャンの皆さんに温かい拍手を送りましょうか。今度お会いするときは旅の空だということでツアーでお会いしたいと思います。最後の曲は人生だ。
ることはない、早すぎる冬よりも始発電車は行け、風を切って進め、目の前のコップの水を一息に飲み干せば傷も癒えるし、そりゃ奏の音ぐらい超えてゆけ、そこを超えてゆけ、それを今はまだ人生を語らず、今はまだまだ人生を語らず、目の前にもまだ道はなし、超えるものは全て手探りの中で、見知らぬ旅人に夢を与え、超えていくそこを、超えていくそれを、今はまだ人生を、人生を語らず、超えていくそこを、超えていくそれを、今はまだ人生を、人生を語らず、Quang Lê và Nguyên xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.